何を食べても美味しいという噂の京都縁町だれやめさん行ってまいりました。西王子大使道の一本北を東に入ったところにあります。で、突き出しからこれですよ、この金目鯛のこう塩焼きなんですけど、焼き加減も最高で、これめっちゃくちゃうまかったです。で、これが親子蒸し鶏の親子サラダ、これちょっと取り分けてあるのでちっこいんですが、すごい大きいお皿に京野菜やらいろいろ詰まった美味しいサラダでございます。で、これ刺身盛り合わせなんですけど、白甘鯛とか大葉イワシも甘くて美味しかったです。で、穴子に金目鯛は炙ってやって甘みバッチリで、このハモ落としはですね、この梅のソースが、出汁が割ってあって本当に美味しいんですね。で、これ醤油とか、いろんなものをこれはこれにつけてくださいみたいな、ものなんですけども、で、これメニューの名前正式忘れたんですけど、ごぼうの唐揚げ、ごぼうの味がしっかりして美味しかったのと、これナスの揚げ出しとろろかけだったと思うんですが、丸ナスの大きいのがありまして、京ナスかな、もうとりあえずこんなもん美味しくないはずがないというビジュアルと味でございます。で、貝柱と、アスパラ、バターなんですけど、これももうしっかり味がついて、もうビールが進むって感じですね。で、飲み物はこの青一貫っていうんですかね、これの前割りというのを、終始いただいておりましたが、で、これがまた絶品なんですよ。この あんこうの、生、青のりあんかけ、この青のりあんかけがクソうまいのと、あんこうって美味しいんですね。こう唐揚げすると白身のこれを なんて美味しいんでしょうか。だし巻きはちょっと残念ながらメニューから外れてしまったようで今はありません。すごい美味しい、だし巻きだったんですけども、で、これをさらに、揚げだしにして青のりのさっきの絶品あんかけかけたようなやつも昔のメニューにあったようなのですが、現在メニューに残念ながらありません。ちょっと手間がかかりするんだと思いますが、まあ、店主も本当にちょっとこわもてなんですけど、すごいいい方なので、わざわざ、サインからねタクシーで乗っていく価値ありです。もう1メーターちょいで行けますので、ぜひ行ってみてください。それではまた明日です。ありがとうございます。